第39回全国地域サッカーリーグ決勝大会は2015年11月6日から11月23日まで大分県、愛媛県、島根県及び高知県で開催された全国地域サッカーリーグ決勝大会である。2015年8月7日に全国社会人サッカー連盟から大会要項が発表された。 基本的な大会のレギュレーションは前年までと同じ。2015年度各地域リーグ優勝チーム第51回全国社会人、サッカー選手権大会出場チームより、最大3チーム上記の条件で12チームに満たない場合は、2010年6月末の全国社会人、サッカー連盟加盟登録チームの多い順番で、巡回試輪版により補充する。 組み合わせ抽選会は10月24日に行われた。抽選会の模様は、関西サッカーリーグの公式ユーストリームチャンネル、KSLTV で生中継された。A グループ新日鉄住金大分 V バンディオンセ、加古川ブリオベッカ浦安 V 札幌州球団、新日鉄住金大分 V ブリオベッカ浦安、バンディオンセ加古川 V 札幌州球団、 新日鉄住金大分 V 札幌州球団、バンディオンセ加古川 V ブリオベッカ、ウラヤス B グループラインメール青森 V 松江シティ、FCFC FC、カリア VFC ガンジュ岩手ラインメール青森 VFC、カリア松江シティ FCVFC ガンジュ岩手ラインメール、青森 VFC ガンジュ岩手松江シティ FC、VFC、カリア C グループサウルコス福井 V アルテリーボ。 和歌山藩南大クラブ VFC 今治サウルコス。福井 V 反南大。クラブアルテリーボ和歌山 VFC 今治サウルコス。福井 VFC 今治アルテリーボ和歌山。V ン南大クラブ各グループ2ブリオベッカ。浦安 V サウルコス福井 FC。カリア V ラインメール青森ブリオベッカ。浦安 VFC カリアサウルコス。福井 V ラインメール。青森ブリオベッカ。浦安 v, v ラインメール青森。 サウルコス福井 VFC カリア、ありがとうございます。